はい、どうも、おはよう、サンタマリオ、カメラマンです。皆さん、ついにガチャ動画が来ました。で、僕はね、もうこんな特性とかね、話してるからみんな知ってると思うんで、まずは運試しです。もういきなりね、特性とか話さずに、もうね、ガチャガチャ引いていこうと思います。え、なんかここに剣いっぱいあるけど、なんかこれ。あ、一人は当たらんじゃね？当たらんわ。っていうことでね、しっかり引いていきたいと思います。もうガチャガチャ話さないですよ、僕は特性とか。皆さんが見たいのはガチャなんじゃないでしょうか、と思っているので、話して、なかなかね、話しながら引いていこうと思うんですが、まずは、こうやってガチャ動画について話していきたいと思うんですけど、まあね、僕は好きなんですよ、ガチャ動画。ガチャ動画、ガチャを引くのは好きなんですけど、ガチャ動画はあんまり好きじゃないです。何を話せばいいのかわからなくなるんですよ。いきなり全員出演。もう、尺ないのもなかなかきついっちゃきついけどな。もう、そんな神回ある？ディフェンダーやん！ちゃう！コラソンちゃう！なんや、もうコラソンか。大丈夫！ゲット！来い！今日バウンドマンやからな。もうレッドブルック。もうもんな。いきなり激アツやと思ったのに。ディフェンダーも、ディフェンダーちゃんの知ってます。あ、もうキラーやん。誰？なんじゃもんやん。もう、もういらんもん。まあ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 、こういう感じでね、引いていきたいと思うんで。で、僕はこれね、もうほんまに早く当たってほしいです。次だって2か来るかもしらんっていう話なのに、こんなんしてさ、もうこれ、1、2、3、あ、これ1人は当たる？ 1 人は当たるね。まあ1人は当たるんですけど、まあこんなんピャン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 話していくわ。こうやって。もう全英地図はない限り、もうあれですからね、飛ばしますからね。言った、もうええけど、バウンドマンやからな、スネークマンちゃうもんな。あ、忍ぶか、持ってなかったんや。びっくりした、ベビー5できた、ベビー5できたよ。まあまあ、こうやって話す機会もないんで、僕はね、あの前回のヤマトの動画で話させていただいたね、親知らずの話を1から100まで全部話したいと思います。今から何を話せばいいのかわからないんでね、自分の親知らずの話をしていきます。で、僕は、いつやったかな、中学生の頃に歯を矯正してて、で、歯がまっすぐなったんですよ。で、綺麗に、めちゃめちゃ綺麗やみたいになった時に、歯のレントゲンもう一回取った時に、親知らず4本あるやん、みたいな。で、親知らず、あの下の歯の2本の親知らずが横向きで出て生えてるんですよ、僕。生えてるっていうか、埋まってて、歯茎の中に。で、もう、それってもう、やばいんじゃないみたいな。もう、まだ生えてきたらガタガタになるよってな言われたんですよね。で、それ抜かなあかんって言われて、で、うわ、どうしようみたいな、親知らず痛いってよく聞くし怖いわと思ってたんですよ。で、まあまあ航空外科、航空何かだったっけ、何だったっけ、まあそういうところに話しに行ったんですよね。じゃあ、まあ4本あるうちの下は埋まってますと。で、埋まってたから歯茎を切って、中の横に寝そべってる、横向きにね、なっている歯を割って取り出すっていう手術がいりますって言われたんですよ。もうビビるじゃないですか。もう全身麻酔寝てるうちに終わらせてくれって思うんですけど、まあ1本ずつは部分麻酔やと。で、2本ずつ抜けるけど、それは部分麻酔やと。もうそんなやめてくれよ、みたいな。めっちゃ怖いやん、みたいな話になったんですね。で、アメリカでは、いや、海外では4本一気に抜くのが流行ってるみたい。流行ってるっていうか、そういう人らが多いって言われたんですよ。で、うわ、それええんじゃねみたいな。で、4本一気は、あのね、全身麻酔やと。うわ、それめっちゃええやん、みたいな。僕4本一気させていただきますって。けど、4本一気にするんやったら、まあ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 、1週間ぐらいの入院が必要です。で、まあまあ、そんな、もう、全身麻酔して寝てる間に終わるんやったら、もう僕は、やらせていただきますと。言って、もう嬉しい話じゃないですか。全身麻酔、寝てる間に全部4本抜けてるんですよ。それも最高やんっていう話になってるんですよ。で、まあその4本一気に抜きますみたいに言って、まあ今日、僕からしたら初めての手術なんですよね。こう、物心ついてからの。で、まあ怖いはずなんですよ。怖いはず、怖いんですよね、もう、正直。で、まあこう、手術当日、まあ、入院して、手術の前日に入院したんですね。で、まあ、その時に僕のベッドの前、4人部屋やったんですけど、僕が一番左奥みたいなところで、で僕のベッドの前の人も僕と同い年で、僕は3時から手術で、で前の人は12時から手術やったんですよ。全く同じ内容らしくて、歯の向きは分からないんですけど、まあ横向きやったら、まあまあめっちゃ一緒やなみたいになってて、で、まあ次の手術当時になるんですよ。うえあ、ゲッタや、もうええって。ゲッタはええわ。ゲッタちゃう、アタッカーや。キラーや。もうええ。すいません、ちょっとテンションが上がってしまって、こうなってしまったんですが、まあ続き話させていきますね。で、まあその、ベッドの前の人らが、手術の当日なんですよ。めっちゃ家族集まってるんですよ。まあ確かに手術やから家族集まるなとは思っ
んですけど、でめっちゃ集まるんですよ。で僕の家族は何やっていうと、まあその正直僕ってちっちゃい頃から体の強さは桁外れやったんですよね。なんか正直車に轢かれても無傷で帰ってくるぐらいの、あの60キロぐらいでこの前に轢かれたんですけど、それでも無傷やったんですよ。でそんぐらい体が波外れて強いんですよ。だから病気にもならないし怪我もしないみたいな感じなんですけど、そのみんなは、僕はどうせ親知らずの手術やからそんなんいいやろみたいな感じで、母親しか来なかったんですよ。だからもう全然違うんですよ。向こうはもう両親とおじいちゃんおばあちゃん2人とも来てて、でめっちゃもうそんなもう羨ましいじゃないですか。ちょっともうまあまあまあ羨ましいなと思いながら僕も過ごしてたんですけども、じゃあなんか手術の行く前になんか向こうのおばあちゃんがなんかわけわからんことを話し出したんですね。なんかこの韓国のドラマやったかなみたいな、なんか全身麻酔で体は動かんけど意識はあってみたいな、めっちゃ痛いみたいなドラマがあったみたいな、なんでそれ今言うねんみたいな、めっちゃ思ってないんですよ僕的に。アホかって言いそうなんて、倍ちゃうやろみたいな、もう不安させるやんみたいな。しかも目の前もう息子その孫だけ不安にさせるんじゃなくて、目の前の人も勝手に不安になってんねんと思って、それでどないこっちゃどういうこっちゃみたいな話ですよ。でもうほらこれステップアップ間違えてる俺、合ってるびっくりした。そのどういうこっちゃみたいな、その話す心理は何やみたいなことになるんですよね。でまあ手術始まるじゃないですか。で、まあ、実際向こうの方が先行って帰ってきた時になんか看護師さんが肩叩いてるんですよ多分。そのポンポンポンって音になってて、で大丈夫ですかみたいな、喋れますかみたいな言ってて、じゃもううわみたいな感じで、ほんまにもう喋れへんねやみたいな思って、僕はうわもうこれやばいわ手術と思ったんですよ。でまあまあ手術行くじゃないですか。じゃあなんかもう僕手術終わったみたいなんですけど、うわ当たった、うわ当たった、やった当たった、うわ当たった当たったけど、そんな話の途中に当たるんやっていう気持ちがありましたね。でまあ、これどうしよう、どう話の続きどうしよう、じゃあちょっと潜りながらね話の続きをしていこうと思いますと。でまあ続きなんですけどね、その続きで話していただくと、まあまあもう手術終わった時にもう僕はもう手術終わっ始まる前に固い決意をしてたんですよ。もうどういう決意かというと、手術終わった後にうわうわうわみたいな感じじゃなくて、もうめちゃめちゃ喋ってやろうと思ってたんですよね。じゃあもう案の定ほんまになんか手術終わった後って酔っ払ったみたいな感じなんですよね。フラフラで何が起きてるかわからんみたいな、アホみたいにうわーなんかぐるぐるしてるわーみたいな、めっちゃ喋ってたらしくて、僕ほんまにまぁ、ちょっとうる覚えなんですけど、もう終わったーみたいな、寝てたわーみたいな、アホみたいなこと抜かしてたらしくて、で病院先生もめっちゃ笑ってたって言ってたんですよお母さんが。でまあそっから終わった時にまあ何が怖いって、次の日の夜なんですよ。めっちゃもうありとあらゆる穴から血がもうドボドボドボって出てくるんですよね。でそれなんでかっていうと、まあまあ血瓶を作るまでに今4本一気に抜いたんで、血瓶できるまでに穴が出てきますんで、その日の夜はいっぱい穴が出てきますぞと言われたんですね。でそっから次の日の朝なんですよ。で朝になったらちょっと落ち着いたんですよね、痛み止めとかやっといて。でじゃあもう暇やってなって、僕はガンプラを作ったんですよ。ゼータガンダムです。ゼータガンダム失敗したんですね、結論的に言うと。どう失敗したかっていうと、胴体は作れて、なんか胴体の変身したら先っちょになる、変身したら人が乗るところの上からかぶせるときに通らなくて、もうしっかり頭ができないっていう感じになったんですけども、そっからですよ、何が辛いか、もう退院するとか言われて、大丈夫とか言われて、なんでやねん、病院も扱い雑いやんけ俺のことって思って、もうええわって思って、いや今日もうちょっとらしてくださいって言って1週間過ごしました。で顔はそんなにパンパンではなかったんですよ。めちゃめちゃ腫れてるっちゃ腫れてるんですけど、なんかそんなに腫れてないみたいな。けどなんかそのまあいろんな人にやると、いつもの太ってるお前やみたいに言われて、まあそれもね何気に僕は気に食わなかったんですけど、でけど目の前の人はプーさんみたいにギョーさん腫れてたんですよ。まあうわーって思いながら過ごしたっていう、これが親知らずの抜いた一日でした。すいませんガチャの反応取れなくて、僕ほんまにちょっとなんかすいませんしょうもない動画になってしまって、ということで皆さん